たける心を殺すことある。今回の動画はまだ決まってないよ、ボーカルのヤスさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。私は私、あなたはあなたと、ゆうべ言ってたそんな気もするわ。グレーのジャケットに見覚えがあるコーヒーのシミ、相変わらずなのね。ショーウィンドウに二人映れば Stay with me。 真夜中のドアを叩き、帰らないでと泣いた。森田今26歳で、はい、性転換されたってことは。そうですね、正式に言うと戸籍上はまだ女性 で、 ほうほう。で胸を取る手術とあとホルモン注射、男性ホルモン注射を打ってるだけっていう感じ。なるほど、はい、名前は、はい、男性の名前を応募があったじゃないですか、はいはいはい、戸籍上はまだ女性の名前なんですけど、名前は変わってるんですか。あ、名前も本名熊谷で、で森田純太郎はもう11年くらい YouTube やってて、その芸名で。あ、そうなんですね。もうほとんどそっちで仕事とかも全部やってるんでっていう感じです。当時まだ携帯小説とか流行ってた頃だったんで、うん、携帯小説やって、まあ、そこでなんかランキングでちょっといい順位取って、でその作者が顔出ししてやりますみたいな感じで始めたのが当時。あ、携帯小説書いてた。携帯小説書いてました。中学生で。高1ですね、その時。すごいっすね、はい、今は肩書きとしてはどんな感じなんですか。今は肩書きとしては、まあ、YouTube もちょっと遊びというか、まあ、続けてて、まあ、でもそんな YouTuber ってことやってはないんですけど、今は、ボード会社ノーコールっていう会社を去年創業して、その代表とセックストイ作ったりとかコーチングっていうのを提供したりとかしてるっていう。おー、その会社は何の会社。この会社はそのメインはセクシャルウェルネスって言ってます。性の幸福とか健康を支援するみたいな会社なんですけど。あ、じゃあその性で悩んでる人のお悩みを解決するなんかサービスがあるんですか。あ、そうですね、プロダクトとかサービスでそれを解決していくっていう、はい、感じです。おもちゃみたいなのも作るんですか。あ、そうです、まあ、いわゆるアダルトグッズとかセックストイっていうのを今一つ目をちょうど開発して制作してるっていう感じです。それ女性が遊んで気持ちいいものですか。はい、そうですね、なんか僕もともと女性じゃないですか。今まあ見た目男性なんですけど、手術、まあ、胸だけなんで男性器ないんですよ、うんうんうん、で男性器ないとやっぱセックスの時にこう、まあ、手とか口が主になるんで、ギューって両手で抱きしめ合ったりとか、挿入のいわゆるフィニッシュ感を味わえないっていう課題があって、それを解決するような身体的に女性同士のちょっとマイノリティの方向けのアイテムを作ってるって感じです。どういう組み合わせでもいいんですけど、まあ、レズビアンの方とか、僕みたいに心男性で女性が好きな一応異性愛者なんだけど体がこう女性のままみたいな人同士が使ったりとか、なんかそういう想定で。あ、はい、今はパートナーの方いるんですか。あ、いますね、もう7年、8年くらい付き合って。お、10代から付き合ってます。あ、そうです、19から付き合ってます。お、はい、一緒に暮らしてるんで、まあ、家族みたいな感じで、はい、暮らしてます。それと YouTube と、あとまあコーチングっていうちょっと心理学系の仕事の3つをやってるって感じです。あ、そのコーチングに関してはあるんですか。別に性とか関係なしに、はい、シンプルになんか仕事の悩みだとそういうことですか。あ、そうです、そうです、その仕事とか人生全般とか。はい、なんかちょっと自己需要できてない人の悩み聞いたりしてます。はい、出身は神戸なんですか。出身は、名古屋です。まあ、生まれた場所でそのまま育っていって、で今も愛知に住んでるので。え、あれ今日名古屋から来てくれたんですか。あ、そうです。あれ、あ、そうなんですか。はい、あ、家族構成はどんな感じなんですか。家族構成は父、母で7つ下の弟がいる。お、なるほど。はい、結構離れてます。
お父さんのこと何してる人なんですか？お父さんはもう普通に公務員で、お母さんはお肉屋さんでみたいな、もう普通の本当一般的なとこにでもある。お肉屋さんでは、お肉屋さんにパートで働いてるんですか？あ、そうです、そうです。そんな、まあ、今は正社員みたいな感じでやってるんですけど、はい。そしてまあ女の子として育てられるわけですね。はい、そうです。両親、はい、スカートあんま履くのやだなとかあったんですか？ありましたね。なんか子供の時から割とやっぱスカート嫌がったりとか、ポポちゃん人形渡されても全然喜べなかったりとか、今日なんか典型的な女の子嫌だなみたいなのあったんですけど、当時なんかまだ LGBTQ とか性別同一性障害とかそういう言葉を知らなかったんで、なんか何なんだろうこのモヤモヤはみたいな感じで、ずっとムズムズしたまま来て、で女の子として生きようと頑張ってたんですよ。彼氏とかもいたんですけど、普通に。おお、それはじゃあその中学校とか高校まで続くってこと？あ、そうです。高2の時に初めてその性同一性障害って言葉を知って、あ、これなんだみたいな。その逆に言うとその中学ぐらいまででは前向きじゃない感じで彼氏とかも作るってことですか？そうです。当時の彼氏には申し訳ないんですけど、ちょっと世間体とか、あとついてくれる人とかと付き合ってたっていう感じ。そう、自分から告白することはないってことですね。じゃあ言ったらそれもやってたんですよ。悪いなと思うんですけど、それはもう あれですか、なんていうか、ちょっとみんな知ってるしとか。そうですね、なんかこう好きになろうと頑張ってたので、好きって感情知らなかったんです、その時は。まあ、それが好きなんかなって当時は思い込んでて、お前として一番仲良い男の子に自分から行くこともあるし、来られることもあるしっていう感じで、7人くらい付き合いました。あ、結構じゃあかなりモテたんですね。モテました、結構。モテたと思います。へ、はい。中学校の間だけで、それとも小学校かな？小高学年から高校1年生まで。あ、で7人も付き合ってるんですか？はい。結構あれですよ、7人中7人とも感覚としてあるんですか、そのモヤモヤ感というか。あ、なんかそのそ、ね、要はその手つなぎたいって思わないなとか。そうですね、なんかチューとかするじゃないですか、まあ、学生なんで、なんかなんだこの高まらない感じはとは思ってて。あ、嬉しくなかったんですか？なんか嬉しいっていうのはなかったんです。なんかまあ普通に儀式として恋人だからしなくてはならないものみたいな感じでしたり。まあ、そう、男性の方から、ね、来るでしょうしね。まあそうですね、はい、全然なんか、なんだろう、会いたいとか思わなかったですね、連絡取りたいとか。へぇ、あんまり。なるほどね。ちなみに部活とか何してたんですか？部活は、美術部でした。あ、芸術系なんですか？はい、文化系なんですか？はい、文化系でした。もうその趣味思考はどんな感じだったんですか？趣味思考、はい、好きだったのはやっぱそのガオレンジャーとかハリケンジャーとか。あー、はいはい、はい、そっち系だったり。戦隊もだったんですね。はい、あとポケモン。ってなんか男女問わずじゃないですか。はい、ポケモンがっつり世代なんで、あ、ずっとポケモンが好きでした。なるほど。はい。キスより先に進んだ人いるんですか、その7年の中で。そうですね、なんかこうピピピくらいは。でもやったことはないです。あ、そうなんですか。やったことはないです。はい。あ、はははは。拒否して。いや、なんかたまたま機会がなかったというか。どっちから別れを告げるんですか？大体僕なんですけど、その最後の彼氏と付き合ってた時は高1で、はい、でなんとなく自分の中で違和感がもうちょっと我慢の限界を迎えてて、で彼の家に呼ばれることになったんですよ。で、まあ高1で彼の家に行くってなったら、まあセックスするだろうなって思って、でなんかその時にここでセックスしたらもう女性として生きよう、男性をちゃんと好きになろうみたいな風に思って家に行ったんですよ。下着とかも買って家に行ったんですよ。そしたらその日に彼は足骨折して、なんか足包帯ぐるぐる巻きできて、あ、今日できないんだって思った時に、あ、なんかこれはもう運命的だなと思って。へえ。でなんかその人とはちょっと別れちゃいましたが、最後の彼氏。そしてもう押し殺しちゃおうみたいな気持ちを持ってその家行ったら骨折してた。骨折してたから。はあ、できないから、あ、じゃあもうそういうことだと思って。へえ。そう生きようって決めたって感じですね。はい。それ別れてからそのすぐその好きな女の子とアタックするんですか？アタックしました。で、振られたんですよ、でも。ああ、そうなんだ。はい、やっぱダメで、当時は自分もレズビアンだって思ってたんですけど、レズビアンっていうのは自分のこと女性って認識してて女性が好きになるので、うん、僕はトランスジェンダーって言ってちょっと違って、自分は男性だって認識した上で女性を好きになる人なんですよ。うん、で当時はまだレズビアンだと思ってて、って言ったんですけど、やっぱレズビアンはちょっと無理かなみたいな感じで言われて、でその翌年に好きになった子となんかうまくいったというか、初めて付き合った彼女。へー、高2で。で高2で、はい。女性同士で。女性同士で。ちなみにその時にもう YouTube 始めてるんですか？始めてます。女性 YouTuber として始めてるんですよ、その時。
あ、で、携帯小説も書いてるんですよね。携帯小説、ごめんなさい、携帯小説を書くっていうのは、はい、どんな流れでそれを書くってもらったんですか？ブログとかじゃないですもんね。じゃなくて、最初、YouTuber っていうか、YouTuber って言葉の中で、その時、うん、動画投稿系男子とか動画投稿系女子って言われてたんですけど、そんな言葉があったんですか？そんな言葉があったんですよ。それこそヒカキンさんとか始めたくらいの時代、そういう風に言われてて、でそれを見て YouTube でたまたま知って、あ、YouTube 動画投稿したいなと思ったんですけど、すぐ有名になれるはずないなと思って、だからとりあえず集客のために携帯小説書こうと思って。へえ。で、本当誰でもありきたりな書ける、なんか AB 型あるあるとか A 型あるあるとか書いて、結構俺もランキング上位行って、でそこからなんかその始めた。携帯小説をめっちゃ書いて、その才能があるっていうよりは、YouTube のために目立つコンテンツを作った、誰もが好みそうなっていう感じです。はい。今日なんか映画だと細かいことが気にしがちみたいな。あ、そう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 。もうちょっと具体的なのをいっぱい拾うと。あ、そうですそうですそうです。ほー。で、そこからあの作者が実は YouTube 始めるらしいみたいな。あ、そうですそうですそうです。っていう流れを作って、まあ、最初からちょっとだけある程度ファンがいる状態で始められた。おお、何投稿するんですか？今の時代の YouTube に比べてもめちゃしょうもないんですよ、あの時代って。だからほんとお米溶きますとか、そんなんでも再生取れる時代だったんで。へー。なんかそういうのやってました。なるほどね。はい。本当にずっと続けてくるんですか、その高校時代は。あ、続けてってて、で、結構これも苦悩だったんですけど、当時、女性で YouTube やってる人って本当にいなかったんですよ。だから、自称第一人者だと思ってるんですけど、女性 YouTuber の。男性しかいない YouTube の中で女性として動画投稿しだしたことで、そこで珍しさがあってヒットしたんですよ。なんかまあ、今の YouTube に比べたら全然なんですけど、当時ちょっとこう売れて、なんで自分は男性って途中で気づいて、彼女もいるし男性として生きていきたいと思ってるけど、 YouTube では女性として振る舞うみたいなことを高校時代は3年間くらいやったんですけど、途中でやっぱちょっと嫌になってきちゃって、それがで一回活動休止してみたいな感じです。休止した時は何人ぐらいですか？休止した時がでも4万人とか、お、すごいね、それくらいで。当時の4万人ですよね。そうですね、ちょっとまあ多い方だと思います、当時の中では。10万人とかでトップクラスとかっていう感じで。ヒカキンさんが10万人みたいな、なんかそんな感じだったと思います。10万、まあ、メガヒットで40、50とか、多分それくらいの世界観の時。あ、正解、あの再生が、はい、だったんで。でもその活動休止期間にいわゆる同期が、まあ、アバンティーズとか今で言うとちょっと上の先輩が、あの、はじめ社長とか、まあ、渡辺和穂くんとか、そういう世代がぶわーって100万超えてったんですよ、その休止してる活動期間の間に。はあ、登録者数か。そうです。で、その時にめっちゃしんどくなっちゃって、なんか自分は性別のことでこうやってなんかくすぶってる時に、同じ世代の人がぶわーってトップスターになっていって、で、当時サラリーマンやってたんで。サラリーマンって何歳からなんですか？18、高卒ですぐ働き出してるんですよ。おー、なるほど。携帯販売業だったんですけど、最初はもう女性の制服で働いて、途中で会社に男性として働きたいんでスーツにしてさせてくださいってお願いして、夏からスーツになったって感じ。おー、で、周りへのカミングアウトってですね、はいはい、みたいなのはそれぐらいからとか。そうですね、学生時代の友達とかにはもう学生時代の時も結構話してて、会社に話したのは入社してまだちょっと差別とか偏見を受ける時代だったので、母親に相談して絶対文句言わせないようにしてから言いなさいって言われてアドバイスを受けて、なんで会社でとりあえず結果出そうと思って研修が終わって1位取ったんですよ、なんか売上の、うんうん、あれを。で、そのタイミングで今だと思って言って、まあ、結果出してから文句言えないじゃないですか、会社が。まあ一生懸命で頑張ってやってるしっていうので、なんかまあ2つ返事くらいでいいよって。ああ、今の彼女ともう出会ってるんですか？そうですね、そのちょっと後くらいにで、高校の同級生なんですけど、その今の彼女。あ、そうなんですか？はい、まあその女性として仲良くて、うん、当時友達だったんですけど、まあ自分が男性としてこう見た目を変わってきたくらいからちょっと意識しだして付き合ったっていう。彼女さんはほぼ男性として好きになってるんですね。そうですね、でも彼女側も結構葛藤あったと思います。もともと同性の友達だと思ってたんで、まあ、告白してもやっぱダメで。あ、最初は最初ダメで、そういう風には見れないって言われて、やだって言って2ヶ月くらいずっと私続けて、で、なんか振り向いてくれたって感じです。
ね、はい、向こうはレズじゃないですか、ね、そうです、あのもうストレートの普通に男性が好きな女性、それで弊害みたいな出てくるんですか。あのそうですね、なんかもともとその今の彼女と付き合う前の彼女の時から自分が男性として女性と付き合っているのに、まあ、胸とかあるわけですよね当時、うん、でパートナーに男性として見られたい、一番見られたい人じゃないですか、うん、自分の彼女なんて、うん、になんか興奮したら濡れるとか、うん、胸があるとか女性の体の自分を見せることができなくて服も脱がないしもうやりっぱなしみたいな感じなんですよこっちが、セックスがそもそも、うん、で一人目の彼女の時は服結局脱げなくて裸見せることなく終わって、うん、で今の彼女になってからもあの最初それができなくてずっとしてあげるだけみたいなことをしていて、うん、なんかある時その彼女になんか私ばっかり申し訳ないって言われた時に申し訳ない気持ちにするセックスってなんだろうと思って、うん、でちょっと服脱いでやってみようって思って、まあ、服を脱いでしてあげるようになった後は今度その挿入できないから相手気持ちよくないんじゃないかなとか、終わり時どこなんだよとか、なんかこうフィニッシュの時にギュッて抱きしめたりとかができなくてもうセックスで泣けてきたりとか、なんかなんで俺はこんなこともできないんだみたいなのですごい泣けてきたりとかして、でめっちゃ悩んだっていう感じ。それはその話し合ったりするんですか。話し合ったりとかもあんまできなかったですね当時は、うん、一人で本当悩んで、でしたいけどするたびになんか自分が嫌いになるなんか自己嫌悪みたいなノノループにハマったのが19から20歳くらい。あ、ね、これでもなかなか解決しづらいものではありますね。そうですね、解決できなかったんですけど結構なんか地元の先輩に相談したら本当恋人って鏡だから向こうが楽しんでるっていうのを見てお前も楽しいって思えるわけだからお前自身もセックス楽しまなきゃダメだよってなんか言われてハッとして、そっからセックストイとかをちゃんと使うようになったんですよ。ああ、じゃあ補うというか補うようになったん で、うん、でそしたらなんかちょっと形になってきて、うん、なんとなく自分の中でもあ自分も気持ちよくなれるし、うん、向こうも気持ちよくさせてあげられるしっていうのでなんかちょっと自信がちょっとずつついていってっていうなんか乗り越え方でした。あ、はい、うん、でそれこそ仕事的にはというか、はい、それその仕事離れるんですか。今だって自分で会社やってらっしゃるって。あ、はいはいはい、はいはい、その体験した後くらいに、まあ、それこそ20歳くらいの時になんかいつかこういう僕らみたいな人 FTM って言われるんですけど、うん、FTM のためのアダルトグッズ作ろうってなんか思って会社とかでもなんか喋ってて、うん、で23くらいの時にちょっと YouTube をもう一回再開しようって、うん、再開をして2年くらい活動して、でコロナあったじゃないですか、うん、でなんか会社とか傾いたりとかいろんなことしたじゃないですか、うん、なんかあの時にこのまま会社リストラになったらどうしようってなんかビビった時に、ビビるくらいならやめた方がいいなって辞めて、2020年です。ほう、なんか無計画だったんですけど、とりあえず辞めてみて、でなんか始めたっていう感じでした。へえ、ちょっとそれ何か始めるんですか。おもちゃ開発と、はい、コーチングと、はい、YouTube、 あ、 YouTube、 はい、どれで収益をというか収入をとかで。メインはコーチングだったんですけど、それどこで学んだ。これはもうあのちゃんと学校行ってなんか認定が受けられるところもあるので、なんかそこで半年くらい勉強してスタートさせて、まあそれはすぐお客さん取れればすぐ売り上げになるじゃないですか。コーチングはもうすぐ始めてメインの収入になって、で同軸であのそのセックストイの開発を始めてったっていう感じです。それはどこかのメーカーみたいなの組むとか。あ、そうですね、とりあえず当時マジでお金もなかったんですよ。で知識もないしメーカーを知ってるとかでもなかったんで、とりあえず仲間集めから始めて、FTM のアダルトグッズ作りたい人って言ったら50人くらい集まってくれたんですよ。でその人たちとなんかプロジェクト型コミュニティ、まあ、オンラインサロンに近いような形で、あの会費いただきながらそのお金を使って開発に与えてみたいなことをやって工場を見つけたりとかしてたって感じなんです。へー、はい、無収入の期間があったと思う。あ、でも仕事辞めてどうしようって思ったんですけど1ヶ月後くらいには普通に自分の給料分くらいはなんか稼げたんで。コーチングが、コーチングとか YouTube とかいろいろ合わせて。へえ、なんかたまたまうまくいって、まあ1ヶ月2ヶ月くらいはちょっと退職金とかでしのいで、貯金とかでしのいでなんとかって思いました。
校勤務で1ヶ月ぐらいで済むんですよ、その学校に。あれ半年ぐらい行く、あ、半年くらい行きます。辞める前、半年前ぐらいから始めてたんですか？あ、そうです。もともとなんか人の成長とか、その内面的なところに興味あったんで、勉強はしてて、はい、独立するタイミングでちょうど卒業だったんで、あ、じゃあ始めようっていうふうに始めた。だから、そうか、コーチが資格も取れるしってことも含めて、あの独立の後押しになってるんですか？あ、そうです。もうベストなタイミングでした。あ、それは。なるほど、ね。彼女さんは何の仕事してるんですか？彼女はもうあの普通にあの OL というか、はい、いわゆるね。はい。で、働いてます。愛知はなんかあるんですか？パートナーシップみたいな。いや、なかったかな。どっかの市が始めたみたいなのは聞いたことあるんですけど、なんか僕、あんまその辺、まあいいかなと思っちゃって。まあ、ね、なんか、まあ事実婚みたいな感じで、折れればいいかな、みたいな。なるほどね。ちょっとあんま関心がの外なんで、知らないんですけど、どっかあったような気がします。はい。僕らなんかどうかしていきたいとかあるんですか？今、一つ目のアイテムが、去年クラファンをやって、まあ、あの資金調達が達成して、で、今まだ作ってる途中なんですよ。いくらくらい集められたんですか？870万とかだったかな。すごい金額が集まりましたね。そうですね。760名とかの人からご支援いただいて、ほうほうほう、まずはあのその人たちに届けるっていうのからスタートするんですけど、ゆくゆくはちょっとアイテム数増やしていって、で、トランスジェンダーって世界中にいるんで、そういう人たちに届けていきたいっていうのが、へ、セクシャルウェルネスの目標としてはそれです。はい。で、コーチングは結構なんか人の内面的な話になっちゃうんで、ちょっと抽象的になっちゃうんですけど、僕自分のことを地球の戦略人事だって思ってて、どう地球の戦略人事なんか出会った人のありのままの本当のありのその人がもともと持ってる個性とか才能とかを引き出してあげて、社会にとってその人が最も輝ける場所に配置してあげるっていうのをずっとやっていきたいんですよ、ね、出会ったいろんな人に対して。で、なんかそれをとにかく極めていって、あ、出会った人みんな幸せにするんだみたいな感じでコーチングはやってる。あ、でその人間の特性を見抜くというか。あ、そうですね、はい。子供の頃とかで親にとか家庭環境とかでコンプレックストラウマあって、あんまりこう自分軸で生きられてない人とかをなんかもっと自己授与できるように知ってあげたりとか、そういうのをずっとやっていきたいなみたいな感じで。はい、なるほどね。はい。まあ、YouTube はでもちょっと収益というよりは趣味的な感じだったんで。そうですね、なんか YouTube やった方がいいって思ってるんですけど、なんか11年なんかやってきて、なんかちょっと自分の中で一区切りついちゃって最近。これで11年もやってるって。いやいや、でもそんなこう伸びきらなかったんで、やっぱここじゃないんだなって自分の才能の領域があるのはって思って。そうか、長年やってる人たちね、もう100、200、300みたいな人たちがいっぱいいるわけですもんね。はい、あるんで、まあ、どっちかっていうと生活の記録として、まあ、趣味としてやろうかなっていう感じですね。今は何人ぐらい？今は7万5千とか。ほうほうほう。まあ、僕はもうちょっと僕の領域で頑張ろうかなっていう感じ。その姿は知らないってことですよ。これになる前では、はい、会ってたりするってことですよね、特有一番同士。あ、そうですね、そうですね。あ、そういうのもあって、なんか名前出すとちょっと悪いんですけど、今結構何百人クラスの子が当時こうファンですって会いに来てくれたりとかして、で、僕がこう性別変わった後とかも YouTube で紹介してくれたりとか、なんかもう時々してくれるんで、まあ、姿は知ってたまに会うくらいです。はあ、なるほど。はい。11年ってもうだいぶ変わったんじゃないですか、景色的には。変わりましたね。エロで伸ばしてましたからね、もう最初はみんな YouTube なんて規制もなかったんで。あ、そうなんですか。で、お金も入ってこなかったんで当時、ほんとただの目立ちたがり屋だけが集まったクレイジーな場だったんですけど、だいぶ今こうで商売にもなるようになってきて、いろんな人出てきたなって。エロやってたんですか？エロ、まあ釣りというか寄せてみたいなのはやってました。あ、船の谷間でみたいな。はい、まあ、自分の谷間っていうよりは僕はなんかその性問題とか関心強かったんで、まあ、エロじゃないですけどちょっとこう JK とかワード使ってみたりとか。ああ、なるほどね。あとなんかこうちょっと性の社会問題的なのをなんかこう自分が思うこと話してみたりとか。へえ。そういうのやってました。なるほどね。はい。お母さんとかにはいつ打ち明けたんですか？高2の時に話しましたね。でもすぐやっぱ受け入れられなかったみたいで、まあ、後から聞いたんですけど、否定したかったけど否定したら死んじゃう気がしたからなんかできなくてって言われたけど、まあ当時 OK もいいよというか賛成も反対もしなかった。お母さんめっちゃ辛いからその話ちょっとしないでほしいって言われて、5年くらい
沈黙というか完全に理解してくれるまでは時間がかかってとかですね。まあまあまあしょうがないです。感覚と時代の差ですもんね。はい。でし、まあ親も僕らくらいやっぱ悩むと思うんで、過ごし悩んだ時間くらい悩むと思うんで、まあ、ゆっくり待とうと思って待ってて、はい。ちなみに子供がどうとかって話とかするんですか？ありますあります。あの結構多くの人だと養子縁組したりだとか、精子提供して女性パートナーに産んでもらったりとかあるんですけど、なんか僕らは結局まあ結論としてはまあ一家みたいな感じになって、無理やり作るわけだ。そうですね。彼女が、まあ、いろんな価値観あると思うんで正解ないと思うんですけど、まあ、僕も自分でやりたいことどんどん湧いてきちゃうし、自分の人生優先したいし、彼女側もなんかその夫婦二人で仲良いところとか憧れだよね、理想だよね。で僕らはまあ子供は持たなくていいかなって今は考えてます。また変わるかもしれないし。もう全然ありますね。年食ったらもしかしたら家族が増えたらいいなって思うかもしれないし、はい。逆になんか話してたりとかあったりします？作ったトイを見せてもいいですか？あ、いいですね。今日持ってきて、ノーポルゼロっていうアイテムで、ちょっとまだサンプル段階なんで色とか仕様変わっちゃうんですけど、これ球体型 の、 あの振動する、揺れるってことか。そうですそうです。でその僕らの課題って要は男性器がないから挿入できないっていうのが課題なんですよね。だから一緒に気持ちよくなるタイミングがなかったりとか、こうさっきもずっと言ってるんですけど、両手で抱きしめながら一体感味わえないとか、そういう課題感がずっとあったんで、これめっちゃでかいじゃないですか、セックストイの中では。これをこう綿にこう挟み合ってギュッてしながらやると二人で気持ちよくなれる。揺れてくれてってことですか？あ、そうですそうです。あ、なるほどね。っていうのを、まあ、その去年クラファンやってご支援をたくさんの方にいただいて、こいつをとりあえず今作って。へえ、これやっぱ何回もテストしちゃったんですか？めっちゃテストしました。彼女に協力してもらったというか、彼女にも協力してもらったし、メンバーも50人いたんで、プロジェクトのメンバーが。そっか、だからしかもプロジェクトのメンバーはみんな FTM ですか？そうです、FTM とか、あと中間性の X ジェンダーっていう子もいたりとか、レズビアンの子もいたりとか、それこそなんかあのストレートだけど協力したいって言ってくれる子もいたりとか、でみんな自分のパートナーと試したりとか、お金なかったんで本当発泡スチロールとかくり抜いて中に既存のローター入れていろんな形状試してみたいな。なるほどね。これで揺らしてみたらどうなんだ、はい、そうですそうですで、やりでやっととりあえず形になってきたっていう。なるほどね。いくらぐらいで、どうですか、クラファンだから、はい、支援してくれた人たちにリターンするってことですよね、これで。この商品を、そうですね、一応なんかもともと700万の目標でやったんですけど、ネクストゴールの850万を超えたので、これはあの今後継続販売していくためになんか今会社も創業してるって感じなんですけど。ほうほうほう。なんでいくらから最低のリターンですか？この商品自体は1万円からだったんですけど、あの定価は1万6500円で販売予定 で今ちょっと予約期間中なんで2000円割引みたいなのやってますけど、だいたいそのくらいの価格帯になる予定です。なるほどね。ずっと使えるってことですもんね。ずっと使えますし、まあぶっちゃけもっと安く作りたいのは山々なんですけど、まあしょうがないですよね。ニッチで商売にならないんですよ、安くしちゃうと。しかも大手でもないですし。そうです、だから活動続けていくために今すいませんっていう感じです。そうですね、はい、それがだからソフトオンデマンドの天下みたいな物流と知名度とかあればね、いやもうそしたらもうバンバン作っていきたい、いろんな商品も作っていきたいです。これどうやって充電するんですか？あ、これはここに充電のあのなんかイヤホンジャックみたいなの挿して、で一応防水なんでなんかこう挿して充電する感じですね。はあ、すごいな。ありがとうございます。いえ、全然全然。ありがとうございました。失礼します。失礼します。ありがとうございます。あ、すいません、お久しぶりです。お久しぶりです。お願いします。よろしくお願いします。今あれですね、山本さんは、まあ、お料理屋って何ですかね。そうです、和食のお店ですね。和食の、はい、店舗のオーナーさんというか。そうです、はい。こうやってらっしゃって、今何歳ですか？はい、47ですね。47歳で。はい、基本や和食だけなんですけど、いや、今はもう和食って言っても結構もういろんな料理やってますね。あ、そうそう。はい、あれだから編集とかもやってみたいな。そうですね。和食以外でもなんか一応収入源があるんですか？そういうあのお店以外でも。
ちょっと中学生のお小遣い程度で。家計の足しになるってほどじゃないんですか、その編集の、まあ、うん、出身はもう愛媛なんですか、松山。生まれは、名古屋ですね、愛知の名古屋になります。あ、違うんですか。はい、で、両親が働いてて、で、父親の実家の方に家業っていうか、家の方が農業やってるんで、まあ、それを継ぐために。はい、農業やってたんですか。そうですね。何歳ぐらいで。2歳ぐらいですね。はい、あ、じゃあもう本当に生まれた、まあ、物心ついた時はもう普通に松山にいて。もう全然覚えてないぐらいですね。はい、記憶にはないです。お父さん、じゃあその松山で農業やりながら育てるってことですか。そうですね。はい、復帰してたみたいな、あれでお父さんもみたいな。そうですね。帰ってきて、農業のハウス栽培ありますよね。あれをするので、まあ、借り入れしてやったところ、まあ見事に台風に飛ばされて、はい、そのまま借金背負うことになって。それってどんぐらいの借金があったんですか。1000万以上って言ってましたね。それは山本さんは何歳ぐらいの時なんですか。僕も全然それ記憶にないっていうか、まあ小学生、幼稚園か小学生ぐらいだったと思うんですけど。はい、大変な中、どんな風に育ってくるんですか。物心ついた時から、まあそんなに裕福ではないっていうのは、なんか子供ながらに感じてたんで、周りの友達とかとはまあ差を感じながら、まあ自分はそういう感じなのかなっていう。はい、子供の頃はなんか 何になりたかったんですか。なんか僕が小学校4年生の時から、まあ地元のスポーツ少年団でバスケットをやり始めて、でその時に出会った、まあ小学校のその指導者先生がかなり熱い方で、はい、先生に憧れて、まあ小学校、か中学校ぐらいの、まあバスケットを教えたいなっていうのがあって、まあそうなるためには、まあ教員なのかなっていうところで、はい、普通に大学に行ってみたいなことを夢見るんですけど、はい、今の料理人とかじゃなくて。そうですね、もう中学卒業するまでは学校の先生っていうか。ほうほう。はい、でまあ高校もバスケットで声かけてもらって、うん、それはすごい選手だったんですか。いえいえ、そうやって自分が勘違いしとっただけで。でも声推薦が来るぐらいの、まあ身長が高かったので。はい、中学の時にもう80は超えてたんで。なんかその県の選抜とか入ったりするんですか。そうですね、松山市の、はい、選抜とか。今はもう結構実力で選ばれるみたいなんですけど、当時僕らの時は結構指導者からの推薦みたいな感じで、はい、選ばれてたんで、まあ、体が大きいということで。はい、どっからその料理人の道になる、変わってくるんですか。高校の時に、まあ、一応目標をちょっと自分なりに掲げてて、はい、インターハイに出るか、まあ、その当時国体も高校生出れてたんで、うんうん、それに選ばれるか、どっちかに自分が引っかかったら、そのバスケットで進学しようかなっていうのは考えてて、まあ、最後の試合で、まあ、優勝もできず国体にも引っかからずだったんで、そのままもう目標もないまま。はい、あ、じゃあその時点でそのバスケでの進学ってのは諦めるんですか。そうですね。ってなると、その家計的にはまだその高校の時も大変だったんですか。バスケットで行けるっていうことで、まあ、免除的なものがあるのかわからないですけど、まあ、その先の話は詳しくは聞いてないので。あ、大学に行くなら特待生で行くしかないかなみたいな感じで思ったんですか。そうですね、はい、なるほどね。大学でバスケやらないって決めたら、どういう道を探すんですか。もう何も考えてないですよね。ただただ、まあ、高校、そのバスケットの、早退が最後終わって、その後フリーになる、なりますよね。で、その時にやっぱりバイト始めたりだとか、もう友達と遊ぶのが楽しくなってしまって。あ、普通にフリーターやるんですか。学校行きながらっていうか、放課後はもうバイトにっていう感じで。はい、で高校卒業するとどうなんですか。の時、僕が行ってたのが工業高校なんで、そのまま工業関係の仕事に就きます。まあ別に料理進まないんですね。はい、全く関係ないですね。はい、そっからだって今お店持ってるってことは、普通に調理師免許とかは、はい、
高校卒業して工場で働くことになるんですけど、まあ、そこでちょっと独身寮に入ってて、まあ、料理はまともにはできなかったんですけど、でまあ振る舞うのが好きっていうか下手なりに、はい、一生懸命やって、まあ、あの独身寮でその同期のメンバー集めてあの振る舞ってたりとか、はい、したのがすごく楽しくて、でまあ今の奥さん、まあ、当時付き合ってたんですけど、その時にまあ休みの日にはまあ一緒にご飯作ったりとかして、一緒にお店でもできたら楽しいよねいう感じで、はい、本気で叶えようとし始めるってことですか？そうですね、何も知らないって怖いですよねでそっからその どうしていくんですか？それは僕のおじにあたる親戚がいるんですけど、おじさんが、その方がまあ料理屋をやってて、でそこからまあ口聞いてもらって修行に行かせてもらって、それどんぐらい修行するんですか？ですね、トータルで7年半8年弱ぐらいですね。あでも、はい、独立ってその毎店舗やるのにいくらぐらいですか？ですね、僕たちが最初に買う抱えた、まあ、借り入れっていうのが、まあ、700万ですね、うんうんうん、普通だったらちょっと安い方だと思います。もともと居抜きみたいなところな感じで、うん、はい、やらせてもらって。どこから借りた700万って？まあ国金ですね、今の政策金融公庫です。はい、それとちょっと足りなくてまた別のところから。はい、別に貯金はしたわけじゃないですか？そうですね、どうしても修行時代がお給料が少ないので、はい、もう全額借り入れみたいな感じで。はい、独立は何歳ですか？28の時ですね。はい、早いとか遅いとか分かんないけど、どうなんですか飲食業界的には普通？まあ、僕らの感覚で言うと、僕ら世代で言うと多分短いと思います。大体、はい、最低10年って言われる世界なんで、周りの人からするとちょっと早くないみたいな雰囲気ある？そうですね、まあ散々あの自分が勤めてたあの師匠にも止められましたし、はい、あのお客さんにもあの、まあ、常連さんとかにあの挨拶するんですけど、まあ、あの鼻で笑われたりとか冗談やろっていうことで、まあ、信じてくれなかったりとか、まあ、それをいや冗談じゃなくて本当ですって伝えると、まあ、やめとった方がいいっていうのはかなり言われましたね。はい、それでその松山の割と繁華街で始めるんですか？ですね、中心街でやるとやっぱり家賃が高くて、あの価格に反映しないといけないので、まあ、郊外でやると今度こう自分が修行させてもらったこう料理に対する価値がちょっと見出せない、単価がどうしても下がってくるので、市街地からちょっと離れたところ、はい、に構えました。はい、うまくいくんですかお店は？3年ぐらいはもういつ潰れてもおかしくないような状態で、ランニングコストとして置いてた資金とかももうどんどん目減りしていってっていう感じで。あ、じゃあ、はい、赤字が続くと？そうですね、全然商売にはなってなかったです。そういう間どうして暮らしてくるんですか？借金を？いや、もうそう、その追加で融資も受けたし、まあそのもともとちょっと手元に残してた最初の借り入れの、はい、ランニングコスト分を、まあ、こう使い果たしていくような形ですね。結局借りたもので返してまた借り換えみたいな形になるんで、まあ、減ってないですよね、まあ、自転車操業っていうか、まあ、そういう形で、まあ、3年間なんとかしのいでっていう形ですね。あ、その時はもうすでに奥さんと一緒にやってるんですか？そうです、はい、あ、2人の生活ができるお金を、まあ、そうですね、それとバイトさんと。あ、バイトさん、はい、3年ぐらい経って どっかでその上向くタイミングあるんですか？そうですね、 なぜかなんか急にこう、まあ、お客さんが突き出してきて、ほうほう、今の現時点で、19年20年目に入ったんですけど、ほうほう、コロナ前までは一応右肩上がりでずっと、はい、まあ、元々がすごいあの低い売り上げだったんで、ほうほう、はい、味が変わったとかあるんですか？それともあの地道に積み上げてたおかげでっていう感じなんですか？いや、僕がその修行させてもらってたお店のを作りますよね、料理も、はい、でそれを、まあ、ある程度こう任せられるようになったりとかして出してて、まあ、勘違いしますよね、なんか自分が作ったものがあの評価されてるっていう風にだんだんやっぱり勘違いしてきて、はい、で、まあ、自分のお店開いたらお客さん絶対呼べるっていう
ああ、まあその一流店の味出せるからみたいな、はい。そうです、そうです。そういう勘違いがちょっと生まれてきて、で、出してみるものの、やっぱりうまくいかないと。よく言われるんですけど、まあお客さんは、味につくっていうより、のれんにつくっていうか、はい。そのお店の信用についてくるんで、お客さんは。そこでやっぱり、最初、その3年経つまでに、その自分が習ったことっていうか、修行したことを、まあ、一生懸命出すじゃないですか、うんうん、まあプライドも変なプライドもあったりとかして出すんですけど、どうしてもうまくいかないと、うん、でどん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 やっぱりこうお店が潰れていく方に向いていって、いよいよってなった時にやっぱりこれではいかんっていうことで、まあお客さんの声っていうかニーズを、うんうん、はい、こう反映さすような風に思いっきりこうシフトチェンジするっていうか、それはなんかアンケートとか取るってことですか？はい、いや、もう普通に体感的に、もう普通の会話だったりとか、メニューにないものを要求されたらそれをすぐ作るとか、修行をきちっとまあしたお店でやらせてもらったんで、うん、その基本的なことはまあできるわけですよ、うんうん、言われてこれが食べたいって言われると、材料さえあれば大体何でも作れるんで、極端な話、和食で お刺身とかそういうのをメインで出してたのに焼き飯食べたいって言われたらお客さんのために作ってあげたりとか、そういう感じで、まあ自分が作りたい料理を出すんじゃなくて、お客さんが食べたいものを出すように変えていきましたね。そこからまあガラッと変わってきて、まあ、それ確かにそれがニーズがあるってことですよね。はい、要望されるものがまあ満足してもらえるようなものを提供できてたんだと思うんですけど、それでまあ信用がついてきたっていうか、あとはもう自分がやりたいものも作って出しても喜んでもらったりとか、はい、そういうような切り替えをしてちょっとずつ売り上げが上がって、そうですね、8年目に移転したんですけど、はいはい、移転する直前の最終の年は結構良かったですね。というと どれぐらいというか、あ、もう普通にお勤めしとる感じ以上はもう、ああ、その純利益的にというか、そうです、生活が余裕があるっていうか、はは、はい、そこから移転しても調子よくてという、いや、またこれがどうしてもやっぱりお店を変わるとお客さんの層も変わったりとか、あ、そ、なんで移転したんですか？やっぱりもうキャパがちっちゃいっていうか、あ、もっと広い店でっていう、はい、ちょうどその、自分たちがその店の進め方を考え、進め方を考えていった時に、仕出しとかお弁当とかの、依頼とかもちょこちょこ、うんうん、増えてきたんですよ、うんうん、朝からお弁当を作って配達して仕入れ行って仕込みして夜の営業して、で閉店時間ももう個人の店なんで、常連さんとかが来てくれるようになると、ああ、なかなかもうこれ閉店ですって言えない状況で、まあ2時3時遅かったら3時とかぐらいまでお客さんもいらっしゃったりとかして、でそれからまた仕込みしたりして、うん、で建物を一棟借りしてたんですよ、うん、1階2階がお店で3階4階が家、はい、自宅っていう形で、一棟借りしてたんですけど、もうその3階4階に上がる時間もないとか体力もないんで、仕事が終わったらもうその1階のお店の座敷で転がって 2,3 時間ぐらいちょっと髪を取って、でまた朝っていうのがまあ2年ぐらいちょっと続いて、でまあいよいよちょっと体を壊しそうなので、はい、もうちょっとこう仕事のしやすいところ、はい、広いとか、まあ、あとそういうストックスペース、冷蔵庫とかのストックスペースが取れるとか、そもそもじゃそういうものもがないような、そうですね、広さの、ね、はい、ホールの方に、発泡スチロールとかに氷を詰めてこう作ったものをしまってっていう、やんなくていい仕事もいっぱいあったんですね。そうですね、広ささえあればというか、そうですね、まあ、これを機にというか冷蔵庫を置けるような店舗にしようってこと、そうですね、でちょうどその時にもう一息こう自分が頑張れそうっていう思いとかもあって、うんうん、従業員さんも一人二人入れてやりたいなっていうのが、うんうん、あ、まあ、そうですね、はい、変えるんですけど、まあ従業員さんは入ってくれるんですけど、どうしてもそういう働き方なんで、もう、うん、そもそもが、まあ、うん、僕の修業時代とかも
大体、定時が12時間13時間労働で、でそれにプラス早出だったり、うんうんうん、まあ、残業だったりっていう、あのもう飲食店さんだったら結構そういう方が多いと思うんですけど、そういうのにやっぱりこう耐えれない、うんうんうん、っていうのでやっぱり続かなかったですね。あ、一緒に働く人も、ね、そうですね、はい。幸いそういう時にちょうどこう地元のちょっとインフルエンサーみたいな方もいらっしゃって、その方がまあ、あの特にうちをちょっとあの気に入ってくれてたみたいな、僕らも途中でちょっと気づき出すんですけど、あ、それじゃ押してくれたんですか、めっちゃ。そうですね、もう全然その忖度なく、もう自分の身元も最初明かさずうちに行ったっていうなんか記事を上げてくれてて、はい、で僕らも全然最初知らなかったんですけど、はい、インフルエンサーさんのおかげもあって、そうですね、ちょっとその最初うまくいかなかったお店が口コミで良くなったってことですか。そうですね、そもそもそのさっき言ってたあの仕出しお弁当も、まあ、一人の人からきっかけで始まって、ほうほう、でまあ会社の法人用のお弁当だったんですけど、ほうほう、でまあ某業界のこうお弁当をメインで作ってるんですけど、ほうほう、したらどうしてもこう横でつながっていくんですよね、このお弁当どこで仕入れてるのみたいな感じで横のつながりができてきて、うん、で同業他社の方がまあ注文が来るっていうので、うん、爆発的にちょっと一気に増えた時期がありましたね、うん、はい、移転した年か翌年ぐらいが1年横ばいだったんですけど、前年の横ばいで、あとはもうずっと伸び続けましたね。あ、まあ、そうですよね、はい、SNS の後押しもという、はい、それがコロナでピタッとこう大変だったと。そうですね、もう一気にやっぱりあの僕たちはもうどうしようもなかったんで、もう国の政策だったり県や市の政策だったりとか、まあ、そうする、はい、8時以降ダメとか、とかお酒出しちゃダメとか、はい、もう8時からが一番盛り上がる時間帯なんで、うんうん、はい、自分らがお店をやって自力でこう稼ぎたい反面、人を呼ぶと感染リスクが高まるっていう、こう葛藤が、営業したいけどできない、しなかって税金に頼ることもやっぱり後ろめたさがあるっていう、それを無視して営業してるとこもありましたもんね。そうですね、なんか意外とそういうとこから繁盛してるみたいな。そうですね、現象ありましたよね。なんかそのもう、まあ、でも地方では松山とかそういう地方ではなかなかあの難しかったですね。東京とかだったら結構出られる方も多かったと思うんですけど、うんうん、もう松山の夜の街はもうビタッと止まりましたね。 2,3 年前の時点で、もともとちょっと趣味で動画編集をやってたんですよ。自分の中であの動画編集っていうのがあのこう収益化できるっていうのはまあ知ってたんですけど、もともと趣味でやってたんで、うん、ボランティアでやってた時 もうお金をまあいただかなかったんですよね、うん、でコロナになってあの、まあ、これではいかんと、うん、いうことで店舗で、ね、やってたのを、まあ、こうデリバリーに変えたりとか、うん、キッチンカー作ったりとかっていう動きにどんどんこう変わっていったんですけど、僕らみたいなあの夜のお店ってどうしてもあの単価が高いんで、うんうん、テイクアウトで5000円1万円もらおうっていただこうっていうのはなかなか厳しいんで、はい、そこには僕はちょっとあのやることはなくて、まあ、動画編集の方を、収益化しようっていうことで、どうですか、はい、誰かの依頼されたのでお金もらうというか。そうですね、ずっといろいろ調べてたらツイッターでもういろいろとあの、フリーランスのディレクターの方を探して、ほうで、DM を送って、自分の、まあ、素性と、まあ、置かれた状況と対応できるようなことと、ほう、はい、そういうことを DM で送るようにしました。でそれから10人ぐらい送った中に1人ちょっと気にかけてくれて、ほうほう、やってみますかっていうこと で、うん、でその方に知り合ってからこうバッとこう広がったような感じですね。あ、その仕事が、はい、あのその方からいただいて、で僕も趣味レベルでやってたんで、今振り返ると全然やっぱり編集になってなかったっていうか、あ、そうプロレベルじゃないですか。そうですね、お金を、うん、はい、なんでその方が、まあ、あの当時の僕に見合ったような仕事を、うん、こうだんだんレベルを上げていってくれながら、はい、
構案件を回してくれてたような感じで、で僕もあのとりあえずその勉強がしたかったんで、金額ももう何ももう言わずに、言われたらもう受けるっていう形で対応していたんですよ。でちょうどその時がまあ緊急事態宣言とかあの時短要請とかのまあ効果不効果、まあちょっとタイミングはマッチしてたんで、時間が割けたんで、そこでまあちょっと自分の、編集スキルを磨かしてもらったっていうか、はい、そんな感じですね。なるほどね。実はその勉強期間的にその緊急事態宣言とか、はい、編集してて、はい、スキルがまあちょっとずつ上がってって、その動画編集における収入的なのが増えてたんですか？いや、まあそれもやっぱりあのオンライン上で、どうしても取り合いになってるんで仕事が、はい、でどうしてもこう僕みたいな人間が増えてきて、で仕事が欲しいからどん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 やっぱり単価が下がってくるんですよね。はい、その業界の方に聞くと、昔だったらやっぱり5万10万あの編集代としてもらえてたのがもう10分の1だったりとか、もうそんな感じに今実際なってるんで、はい、下手したらもう何百円とかそんなあのレベルの時もあったんで、とりあえずやらせてくださいっていうことで、数百円ってことですか？そうですね。でも普通にコンビニのバイトより時給が安いっていうか、もうそれぐらいやっぱりこう取り合いになってたんで、このまま続けていくのも、まあ、目的としているその収入の柱を作りたいっていうのがあったんで、このままではいかんっていうことで、まあ、地元のその松山を中心に、はい、まあ、今松山がそんなに動画の需要がないんですよ、はいはいはい、とりあえずこのやってるっていう認知をしてもらえたら、はいはい、遅れてやってくれるであろう数年後に、まあ、動画のお仕事がいただけるようになるのかなっていうのが、はい、で今やってる飲食店は、まあ、一応あのオープンキッチンで僕があのカウンターに立って、一応大将っていう形でお客さんと話とかしながらやらせてもらってる形なんで、どうしてもやっぱそこを僕が抜けると替えがいないんですよね。ですけどあの動画編集っていうのは回して仕事ができるじゃないですか。あ、誰かやってもらって、はい、クオリティさえあの担保できれば、うんうん、誰がやっても、うん、はい、あの変わらないっていうのがあるんで、まあ、あの地元の経営者に声をかけたら、まあ、賛同してくれて、うん、はい、コロナもあったし、まあ、戦争もありますし、うんうん、まあ、今後どういう世の中になっていくかもわからないんで、まあ、収入の柱っていうのは立てておいた方がいいかなっていうので、地元のメンバーで、僕も含めて4人なんですけど、まあ、チーム作って、はい、地元で今ちょっと活動してますね。あ、その動画編集チームというか。そうです、そうですね。その4人で会社を作ってってこと？会社ではないんですけど、一応その事業として立ち上げて、はい、で各自あの個人事業主であの経営してるんで、で、どうしてもやっぱりあの空きの時間もあるじゃないですか、うんうん、あの普通にお勤めの人だったら何時から何時までって働くのが、うん、経営してると長時間の中でこう空きが出てくるんで、うん、でその中で、まあ、時間を見つけて編集をしていくっていうことが各自できるんで。飲食店の方はちょっとずつ戻りつつあるんですか？でもそうでもないですか？戻りつつ、業態によりますね。うちの店はまだ、前世紀の、3割4割ですね。3割4割だと赤なんですか？ちょっとギリ黒なんですか？いや、赤字です。うち の, あのお客さんっていうのが職場で、食事に行くために許可を取ったりとか、食事に行ったらダメっていう業種の方が多いんですよ。医療関係とか公務員とか、はい、そうですね。それとかあとちょっと高齢者の方とか、あの感染リスクが、はい、あのかかった後の症状 の, あのリスクが高い方っていうのが多かったんで、そういうのもちょっとあのあって、なかなか今もう戻りが遅いっていうところはありますね。仕方ないんですけどね、これは。はい、今本当にこう耐え忍んでるってことですか？そうですね、もうどうにか資金繰りしてみたいな。はい、お客さん来なくてもやっぱり仕入れをしとかないかんかったりとか。それこそね、せっかく来てくれたのにみたいな。そうですね、まあ今結構その悪循環っていうか、ありがたいことにその新規のお客さんも今増えてきてるんで、どうしても新規のお客さんはうちの
まあ、お店の感じとかその事情をまああんまりこう分からずこう予約なしとか来られるんで、うん、仕入れを抑えてるような状況なんですけど、まあ、そういうふうにせっかく来てくれるのにこう思ったような自分たちが満足したようなものが出せないこともあったりとか、なかなかこの兼ね合いが難しいっていうか、はい、今そういう状況ですね。じゃこの先で言うとその動画の撮影の編集が飲食と同じぐらいの収入になるような、なんか軸になったらいいなっていう感じですか。一番の理想は飲食の方の回復なんですけど、正直まだ先が全然見えない状況で、で回復の見込みが立たないような状況なんで、動画編集自体も今までのようなあの飲食の利益にするっていうのもかなりやっぱりハードルが正直高いのは高いんですよ。で、まあ、そういうこともあって、さっきあの僕を気にかけてくれたディレクターの方がいらっしゃる言ったんですけど、その方がまあ山本さんのところもあの飲食あのお店やってるからあの YouTube でもしたらっていうことで、自分の動画だったら好きに作れるし、でまあその中でこう編集スキルもどんどん上がっていくんで、まあ料理のチャンネルやってますね。でそれがまあ収益化先日っていうか1年前にまあできたんで、まあそこが伸びていくとありがたいかなって考えてます。はい、今が3000弱ですね。ああ、なるほど、はい、なかなかやっぱり料理は競合が多いんで、うまく料理を作るともきれいに取らないといけないんですか。そうなんですよどうしてもあの味は伝えれないんで、動画レシピとかもたくさん世の中ありますけど、結構いい加減なもんで、あの調味料も違えば、極端な話あの砂糖を一つにしても糖度が違うんで、うん、同じ砂糖大さじ1杯でも全然味が変わってくるんですよ。まあ醤油とか味噌なんか特にそうですけど、まあ、そこを伝えるのが、はい、課題ですね。動画系での収益なかなかどっちも大変ですね。それ多分そうですね。だからどれかこうグッと伸びて、コツコツ頑張ればグッと伸びてくる時期が来るんじゃないかなと思って今ひたすら頑張ってるような状況ですね。もうすぐゼロじゃないけど、料理系の YouTube でぐんとこっから頭抜けようと思ってというか、ブレイクするってなかなかですよね、はい、もう結構飽和してますもんね。そうですね。コロナをどうこうすることはもう自分たちにはできないので、もうどうにかこう生き抜いていく道っていうか、なるほど、ね、はい、そういうのをまあまさかもう商売始めて20年経って、一昔前だったらあの3年店が続いたら結構そのまま続くって言われてた時代もありましたけど、はい、今はもう20年やろうが30年やろうがあまり関係ないような状況にちょっと陥ってるんで、諦めるか耐え続けるかみたいな勝負になってるとそうですね。でまあ借金もなかったらこう思いっきり方向転換なんかも、まあ例えばコストを抑えるために小さい店舗に移ったりとか、そういうことも考えられますけど、やっぱりまあ借り入れも残ってますし、まあ、今のところでちょっと辛抱してやらないといけないなっていうのが、はい、飲食は大変ですね。まあせっかく YouTube もやって、でまあ今3000人近くの方に知ってもらって、で当然やっぱりあの愛媛以外の県外の方も知っていただけてると広がっていってると思うんで、まあゆくゆくは愛媛に来てもらって、でうちのお店で食べてもらえたりとか、うん、するような企画が YouTube ならではの企画ができたら楽しいかなって、はい、もうそもそもがやっぱり料理始めたきっかけっていうのはやっぱり喜んでもらいたいっていう、はい、ところが一番基礎にあるんで、まあそれはもう動画編集にしても、僕がその部活動の動画とか作ってた時もあのちょうどやっぱりお店とかしてたりとかしてたんで、そこでまあ上映会とかするんですよ。でその時にまあ親御さんなんかがまあこう笑いしてくれる親御さんもいたら、あの涙流そう小籔さんもいたりとかして、まあ、すごくそれでやりがい感じたりとか、まあ、こう共通するようなところがあるんで、まあ、料理にしても動画にしても、うん、YouTube も今後伸びていけば、うん、まあ、そういう新たなことができるのかなっていう、まあね、はい、じゃあそれはもう頑張るしかないですねそうですね、後発的に始めた人間なんで、まあ100万人とかそんなことは
なかなか目指すのは難しいですけど、松山にもやっぱり料理系の YouTube されてる方がいらっしゃって、はあはあ、その方も10万人行かれてるんで、そんなイメージで、はい、なのであのそこは頑張っていきたいな、はい、あ、まあ、そこに追いつくように頑張るというかね、そこが一応今の目標っていうか、はあ、はい、その人もお店やってるんですか。そうですね、はい、そうですね、お店やりながら YouTube やるっていうのは成功した人がいるんですよ、先人が ね、 そうですね、だからそういう方知ってるんで、まあ、頑張れば自分たちも、あ、いけなくもないかもしれないですね、はいはい、僕たちがやっぱりあの伝えれるっていうのはあの、まあ、プロならではじゃないですけど、その手抜きをしたらいかんところで、いけないところであの手抜きをして残念な料理を作ってしまう方が結構多いんで、うんうん、あ、そういうところだね、はい、ちょっと改善してあの家庭のあのお料理も食事も、うん、まあ、こうスキルアップ、うんうん、はい、あのしてもらえたら嬉しいかなと思います。なるほど、はい、じゃあ、ヤスさん、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、失礼します。すいません。